はい、ヤマハ SR400 の3型でございます、はい、こちらの商品紹介なんですけども、まあ、SR よくやってますので、まあ、洗いながらやっていこうかなと思います、はい、走行距離はですね、まあ、もうすぐ6万キロほど達します、はい、なので、割とこう格安で出しているんですが、期間的にはまだまだ全然走ります、はい、あちこちですね、まあ、サビとかですね、やれみたいなのはあるんですけども、乗り物としてはですねまだ全然走りますので、お安く出しますんで、足で欲しいとかですね、まあ、SR 入門にしたいとかいう方がいらっしゃいましたらですね、その辺はお買い上げいただければ非常にこう嬉しいのかなと思います。で、皆さんにですね、まあ、お買い上げいただいた方に磨くというですね手間をかけさせてしまうのは確実なので、うちの方でちょっと今磨きながら動画を撮って少しイントロダクション、どうやって磨くかやっていきたいんですけども、最近うちで売っているこのブルーパール、ブルーパールです。ブルーパールエメラルドスプラッシュブルーパールですね、はい、なんですけど、これをですね、使うんですが、大体どこでも使えるっていうものなんですけども、私これこういうオートバイの足回りに使ったらですね非常にこう綺麗になったので、その動画をですね開けたところ非常にこう反応が良かったですね。なので、じゃあちょっと近くで撮りましょうか、ね、この辺だけ、まあ、やるとこ施工するとこだけ残ってれば映ってればいいんで、はいはい、で、まあ、これよく振ってですね、こう中にこうペッて開けて、じゃあホイール行きましょうかね、ホイールこういうとこ、はい、ホイールですね、行きます。こう塗ってやって、あれ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 、よし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 、でも本当ねこれ綺麗なんだよな、やべやべ、倒す倒す、ボトルがあんまりこう素材的に強くないんで、あんまり倒してほしくない。でこれ油とかですね、もうチェーン油とかこのホイールのサビとかですね、そうしたものがいっぱいこうついて黒くなっているところなんですけども、そこにこうぬりぬり伸ばしてもらってですね、で面を変えて拭いてやると、ほら綺麗になったでしょね、こんなに綺麗になっちゃう、ほらビフォーアフターです、ビフォーアフターでございますね、はい、じゃあチェーンガード、こういうメッキの部分にも使ってみましょうか、はい、で私はキッチンペーパー使ってます、こんなのですね4ロールで150円ぐらいですんで、バンバン使っちまいましょう、もう資源の無駄遣いしちゃいましょう、はい、ということで塗りますね。で、これ削る効果も磨く効果もありますので、パッケージにも書いてありますけどね、水垢たるピッチ、排気汚れと簡単に落ちると、撥水防水塗膜保護と、本当は車の外装鋼板に使うやつなんですよ。でこういうとここうやるとですね、ここも綺麗になります。ほらどうですか、これがアフターですね、アフターでビフォーです、ビフォーアフターrepeat after me ですね、はい、で、こういうですね金属の部分もさることながら、はい、フレームとかも使えるんです、もちろんこういう外装部分ですねも使えますよ、ちょっと振った方がいいな、これなんかちょっと出が悪かった、振った、なんでこう振るときに頭もこうなるんですかね、ちょっとクラクラします、はい、こうやってね、出してやって、でこういうとこもちろんできますし、ヘッドライトのレンズみたいなですね、アクリル系のところに使っていただいても OK です。で今僕は、ね、ホワイト用でやってるんですけども、こういうカラーのところにあるねブラウンの方がいいかもしれないですね。でもホワイト用のものでやってもですね、こう擦るのにあんまりこう強くやらなければ仏壇ですね、まあ、強くやってもいいんでしょうけど、あんまりカラーは選ばないなっていう風な印象です、僕の中では、ホワイトの方が幅広いかなという気
気はしますね、足回りに使える以上、ね、こうやってここも綺麗になっちゃいますね、はい、あとはこういうアルミのクランクケースカバー、チェーンカバーですね、例えばこういうこのなんか白くなってますけども、ね、この白くなってるところをこうつけてこうしてみましょう。何ですかね、削りのコンパウンドとしての効果はメタゴンの方がもちろん上ですけど、こいつでもそこそこは落ちます、はいね、こんな感じですね、ビフォーアフターですね、はい、こんな感じになります、はい、もちろんタンクにも使えますし、そのメッキのフロントフェンダーですね、こういうところも使えるし、プラメッキも OK です。でスクリーンもですね、やってもこれないですけど、ついてるにあったら綺麗になりました、はい、というわけでですね、ブルーパールうちで送料込み3800円でやってますんでよろしくです。ではついでに、スープの紹介でもありますので、エンジンをかけていこうと思います。はい、ね、6万キロ走ってるんですよ、6万キロ走ってるバイク SR をキックで始動したらどうなるのかな。ネオーシャチェブクー東馬シメ、はい、上がりました。こんな感じです。で、ですね、ちょっとカタカタ聞こえますね。これ何かっていうと、カムチェーンの、はい、音です、はい。でまあ、一応これうちの方で調整はするんで、限りなく音は小さくなるとは思うんですけども、まあ、完全に消えるかどうかは分からないです。ただこのまま走ったところでですね、いきなりこう大破するようなものではないですし、アイドリングでちょっとたまにこう片付くかなっていう感じで聞こえない時もあります。で回していくと音消えちゃいますので、こういう類のものっていうのはあまり大きな問題にはならんです。であとこうやるとですね、ちょっとビビリ音がこう聞こえると思うんですけども、これですね、中のタンクの中にですね、ちょっと大きいボルトが1個落っこしてるんですね。でタンクの中っていうのはもうガソリンの通り道でメッシュがあってすごく細いんですよ。だからこう中に落ちてる大きいボルトがですね、中のガソリンのその中にキャブの中に行っちゃうとかはないと思うんですけども、だからこう深くちょっとガラガラ言うかな、一生懸命頑張ってみたんですけどなかなか取れないんですね、はい、なのでこれも一応取る努力はします、はい。でももしかしたら取れないかもしれないです、はい、なのでそこもご了承欲しいかな、はい、よいしょ。で、コブラシートですね、それから あとはハンドルが少しこうワイドっぽいトラッカーっぽいものになってますけど、そんなに幅広くないですね、リアフェンダーがなんかこう短くされてますね、はい。これノーマルフェンダーをちょっとつける位置をこう手前にしたものなんですけども、まあ、昔こういうカスタムがちょっと流行ったような感じです、はい、ショートフェンダー化しているような感じですね、はい。全然これ最近まで普通にちゃんと走ってたものです、ちゃんと普通に走ったものです。なので、うちの方で今みたいにですね、調整とかですね、そうしたことを加えます、はい。でなおかつ普通にまだ走れますので、お安くしておきます、はい。なのでそうしたですね、ことをご理解の上でお買い上げいただけるのであれば、外装状態とかですね、ちゃんと見ていただいてですね、いい買い物になってくれるんじゃないかなというふうに思います、はい。いかがでしょうか。もちろん車検付きです、はい。というわけで SR403 型ですね、お買い得な1台でございます、はい。この機会にどうぞよろしくお願いいたします。